私のの XTZ125 は中国生産の2015年式です。ネット情報によればクラッチは YBR125 と同じでクラッチプレートが3枚らしいですクラッチは非常に弱く簡単に滑ってしまいますブラジル製 XTZ125 のものはクラッチプレートが4枚だそうですがそれでもクラッチが滑るらしいです 私の中国製 XTZ125 の場合ギアを一足に入れエンジンを高回転に回してクラッチを突然つないでもウィリーしませんどんなにラフにクラッチをつないでもクラッチが滑ってしまうのでエンストもしませんしかしこれではパワーがロスしてしまうこともあるわけでパワーが必要な時にクラッチが滑ってしまったら問題ですネットでいろいろと情報を見ては クラッチをを強化する方法を考えていました。そこで発見したのが今回取り付けた YBR125 用のパワークラッチキットですこの商品を購入する前にまずはノーマルの状態を確認する必要があります本当に私の XTZ125 は YBR125 と同じクラッチプレート3枚なのでしょうかクランクケースカバーを当てて確認してみました パッと見て、フリクションプレートが4枚ありますそしてフリクションプレートの間に3枚のクラッチプレートがありますやはりこの中国製 XTZ125 は3枚クラッチプレートでしたせっかくなのでノーマルのクラッチプレートとフリクションプレートを取り外して厚さを測っておきました実車を確認後 YBR125 用のパワークラッチキットを購入しました通販ですぐに届きましたので取り付けするまではじっくり鑑賞しますこの YBR125 用のパワークラッチキットはクラッチプレートが4枚ですもしかしたら想像ですがブラジル製 XTZ125 に使われているものなのかもしれません参考までにこの商品は Japan といいうショップで販売されています URL は動画の説明欄にも記載しておきますので興味のある人はそちらを見てください品物はバラして眺めて取り付けるのを心待ちにしながら楽しみますがやはり品物のバリが目につきます部品を合わせてみると しっくり入りませんし、動きが悪いです。部品はバリ取りを行いました。カッターで細かいバリを取っていきます。バリ取りをする部分が多くて大変です。 大きなバリはヤスリを使って取ります。ボルトが当たる部分もバリがあります。バリ取り後、部品の合わせが非常に良くなりました。せっかく取り付ける部品ですから、一手間ですが、ぜひやっておくと良いと思います。 フリクションプレートはノーマルと同じ厚さで見た目も同じでしたクラッチプレートはノーマルより薄くなっていましたクラッチスプリングはノーマルと比べスプリングの線形が太くなっていますが長さはわずかに短いですではこの IBR125 用パワークラッチキットを取り付けます エンジンジ右側のクランクケースを開けますので邪魔になるリアブレーキアームとキックペダルを取り外しますエンジンオイルを抜きますエンジン右側からセルモーターを外しクランクケースのボルトを外してケースを開けますするとクラッチが出てきます右側のクランクケース開けたら必ずやっておきたいのがストレーナーの洗浄ですオイルに混ざった異物を取り除く網なのですが 右側クランクケースを外したときにしか掃除できません今回初めて取り外してみましたが綿みたいなゴムがついていましたクラッチはスプリングの取り付けられているネジ4個を外してクラッチプレートなどを取り外しますクラッチプレートが差し込まれていたクラッチスリーブも取り外しますが ナットに回り止めが折り曲げて付けられていますのでこれをマイナスドライバーなどで平らにしてからナットを緩めますナットは緩めようとするとクラッチスリーブごと回ってしまってナットが緩められませんなのでギアを5速まで入れておきリアタイヤが回らないようにリアブレーキをかけておけばナットを緩めることができますクラッチスリーブを取り外したところに日付が印刷されていました 2015年1月14日とありますやはりこの車体は2015年製でした取り外したプレッシャープレートですが比べてみるとノーマルよりパワークラッチの方が0 9ミリ薄くなっていましたこちらは取り外したノーマルのクラッチスリープです パワークラッチの方がノーマルより0.8ミリ薄くなります。取り外しとは反対の作業で、購入したパワークラッチキットのクラッチスリーブ、フリクションプレートやクラッチプレートを取り付けます。クラッチスプリングやボルトも取り付けます。プレッシャープレートの真ん中にあるプッシュロッドはノーマルから取り外して付け替えています。その際、ワッシャーは 外のの大きいものに変更しましまたプレッシャープレートがアルミなので接触によるダメージが分散するようにするためですこれでクラッチプレートが3枚から4枚になり強化されたと思います YBR125 用パワークラッチキットを取り付け後乗ってみました軽くエンジンを回してクラッチをポンとつなぐとフロントタイヤが浮きます 以前のようにクラッチが滑りません。クラッチレバーの重さやタッチはノーマルと変わった感じはありませんエンジンを高回転まで回してクラッチをラフにつないでみた場合ではがっちりとしたクラッチの接続した感じはありませんその点を考えるとまだわずかにクラッチが滑っているように思います試しにクラッチスプリングにシムを入れてみましたサイズはクラッチスプリングにシムを入れてみました 内径10ミリ外径 18mm 厚さ 1.5mm ですこのシムを入れたらクラッチが半クラッチまでしか切れなくなってしまいました 1.5mm の厚さでは厚すぎたようですそれにクラッチレバーもかなり重くなりますシムの厚さは 0.5mm から 1mm ぐらいで良いように思いますそれからサイズですが外径は 16ミリにした方がいいようです。18ミリだとプレッシャープレートと干渉してしまう場合があります。とりあえず SIM は入れずに乗っていますが、そのうち1ミリ厚の SIM を購入して試してみたいと思っています。